ということでね、今日は MV 撮影に来てるわけなんですね。あ、いけませんよ、それはそれはいけませんよ。さあ、今日ね、お客様も、普段応援してくださってるメレンゲの方もいてくださっているので心強いわけでございますが、今日ね、11月4日長い別れの途中での MV 撮影をしておりますが、まあ、それは渋谷ですね。天気がいいです。どうですか？いや、前回は一人だったので確かに今日はまた違った撮り方で楽しみです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マカロンチャンネ悲しいことになってる。何？間違えたの？いや、ミスった。いいじゃん。ミスった。もうチェキもあったのでね、ちょっと今日来てくださったファンの方にプレゼントしたいと思います。さあ、ということでもう1時間半ぐらいですね、撮影しているんですけど、着々といろんなパーツが揃っていますが、やっぱ MV 撮影って楽しいですね。自分で作った楽曲をこうやってなんか MV 撮影させていただくってことはなかったので、いろんなことを想像しながらやれてる感じがすごく楽しいですし、仕上がりがもう今から楽しみです。まだ撮ってないし、もっともいい作品になると思いますので、皆さん楽しみにしてください。いや、めちゃくちゃいいと思う。いいと思います。いいと思います。うん。OK。マイカだ。これでもカットでいけないんです。カットいけるけど人入っちゃったから。あ、そういうことか。ああ、そうです。え、めっちゃいい。けど人入っちゃった。
もう一回だけ撮ろう。はい。タイミングちょっと。これいくら行っちゃう？確かに昭和感すごい。さあということで場所移動したんですけれども、家の中に入るみたいですね。ちょっとね、家の中まだ映せないんですけど、これから、夜景のシーンとそれから家の中のシーンを撮っていくんですけど、個人的にはなんか家の中のシーンに結構こだわりというか、これこうしたいっていう気持ちがすごく強いんで、なんかここから今何時ですか？1時から始めて今もう5時ですから、5時15分ですね、まあ、4時間ぐらいかかっているんですけど、ここからが僕は一番こだわりたいシーンというかクライマックスシーンだと思いますので、しっかりと、あ、お客さんも、もう解散したんで、ここからはこう誰も見ていない我々だけのあれだと思うんですけど、すごい楽しみですね。行きましょうか。はい、行ってよ。空って感じですね。空はまるで、これがでした。これも、はい、すごい爽やかで可愛いですね。可愛らしいですね。これもやりすぎてその飛んでしまったし、あれですね。まず見せます。これ意味がわかんない写真撮りました。はい、ギャルですね。飛びすぎですね。はい。もういいですね。あ、いいですね。好きね。アリアンビール。オーバー、これものれんですね。あら、いいですね、うん、あ、いい、これも問題の主義があるわけですけど、うん、長岡の歌詞覚えてますか？2番悩めろねえ、今を切り取ろうよ、変な顔ばかりやめてよね、変顔のシーン撮りたくてですね、消耗する皆さん、マイクアロンを応援してくださってる皆さん、どうか、嫌いにならないで、まあ、僕のこと嫌いになってもいいですよ。ただマイクアロンそして、リナちゃんのことは嫌いにならないでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕のことは何もらって言ってるから。いきますよ。問題らしいんですよ。これはまだね、大丈夫です。はい。いい。これは大丈夫ですね。すごい。で、問題のシーン二つきます。はい。はい。お前は何をやっているのか。ね、もね、おかしくなってるんですけど。マイカ。これは言えません。さ、ちょっとね、もうすぐ始まるので、すぐ撮っていきたいと思います。分からんちゃって。で、この先に、これ、この辺で、記憶が、なんか、ちょっと、あれ、この後何したっけ、何してたっけみたいな感じにしたくて、なんか、こう、ペンを止めて、ペンごと、なんか、こういう感じにしてもらって、このシーン抜いてもらって、わかんない。で、
ああもう帰らなくちゃね、自分が今どこにいるか分かんなくなってほしくて、で私帰らなきゃみたいな、ああもう帰らなくちゃバッグ持つみたいな、うんうんうん、感じにめっちゃいいしたいんです。顔のシーンとかもあってもいいかもしれないですけど、ね、そうなんか顔の変化で、うんうん、最初ルンルンで描いてるから、うんうん、そこも撮ってほしいです。こうやって自信が描いてて、なんかもういろいろ OK 使えるシーンを、これも描いた手でいいですよね、こうやってルンルンしてれば、うん、いいね。難しいかも、こういうここ。ということで、長い別れの途中で MV 無事室内が終わって、もう残り大詰め、何ですか、数シーンっていうんですか、数カットになってきまして、ちょっと昼とかは外っていうのもあっていろんな人の目が、ちょっと緊張したんですけど、部屋とかなんかまあ屋上のシーンがあったんですけど、ここはなんかこう自分の世界に入れるっていうか、すごくなんかこうあっという間でした。めっちゃあっという間だったんですけど、まだまだ終わってないんでね、あるんですけど、すげえ楽しいです。自分が書いた曲をこうやって MV にしてもらえるとか、あとなんかこうしたいですっていうのとかをちゃんと叶えてくれるというか、そのやりたいようにやらせてくださるので、すげえ嬉しいです、楽しいです。